今ですねスタートして、例によって私たちですね、とりあえず乗ってから撮影をしますとかそういうスタイルではなく、もうはいじゃあ乗ってください撮影しますということでですね、今私初めて乗っておりますが、まあしいとこ高い高い。そして、またがっても走り出しての印象もですね、完全にこの川崎、忖度はしないぞという足つき上等っていう感じのね、足回りそしてシートコーなわけなんですけれども、これから少し一般道を走りながら、まずちょっと高速道路を使って移動をしていくことになっております。今ですねこの KLX230 乗り込んで発進してというあたりでもちょっとですねおっと思ったことがありますが、川崎ってこんなシフト、すごくこの上品といいますか高級感があるというか、滑らかだったっけという感じで、割とストロークの少ない、それでいてもうぬるんとねシフトが入っていくような感覚があってですね、このバイクまだオドメーターが277キロで、よいしょよいしょって言わないと止まってるのがちょっときつかったりしますが、全然ド新車なわけですよ。277キロ、まだそんなに当たりがついてないっていう段階なんですけれども、もう全然ギアのこの引っかかりとか、まあね、いわゆるね川崎やっぱりシフトフィーリングっていうのはガシャガシャするよみたいなイメージがあるかと思いますが、全然ないですね。なんかちょっと触っただけでスルスル入るような感じで、まあそのあたりはやっぱり、新しいエンジンなわけなんですけれども、いろいろな技術が注ぎ込まれているのではないかなと思います。また今ですね例によって私は縁石に足をついておりますけれどもね、なかなかですね足の踏み替えもちょっと手強いなという感じの状況なので、楽をさせてもらっております。ここからですねこの後ちょっと高速道路に入るので、ね、せっかく230で高速も走れますから、そのあたりもレポートしていきたいと思います。さてそれでは高速道路に乗りました。ここ80キロ規制なので割とですねゆっくりめに走ってますけれども、今合流で入っていくときに感じたのはものすごく、トルクもあってですねパワーも十分だなと感じるような設定に思いました。でパワー的にはね、それまでの KLX250 というバイクがあったんですが、それに比べればだいぶ出力は抑えられていて19馬力ということなんですけれどもね、でトルクもまあ若干スペック上はですね以前の250よりは低いのですが、感覚的にはですね、まあ、遜色ないと言いますか、私ですね実はDトラッカーの250のいわゆる規制前という、何年モデルかな、前期モデルの方を持っていたので、まあ、いわゆる KLX250 のエンジンのフィーリングというのはオーナーとして、感覚が持って覚えている感じなんですけれども、それに比べてもですね全く遜色ないというか、より、トルク感はもしかしてこれあるんじゃないかなという感じが今しております。ただ、まあ、これタコメーターがついてないですから、
ちょっとその辺は比べられないんですけれども、感覚的にはまあやはり若干この80キロ巡航のに対する回転域っていうのはちょっと高いのかなと、まあ、その辺はですね 20cc の排気量の差の部分なのかもしれないし、もしかしたら、ちょっとファイナルレシオがね、少し下気味に振ってあるのかなとか、まあ、そういったのがあるかもしれないんですけれども、まあ、極めて必要十分な、そういった、乗り心地ですね。なんでまあ普通に高速道路を流れに乗って走るという状況というのはですね、何ら問題ないと言いますか、課題はないですね。そしてですね、今まあオフロード車ですから、かなりこう起きたポジションで、ポジション的にはですね、当然このシート高非常に高いです。まあ、イメージですけど、ね、イメージ的にはこのタンクの位置とシートの位置がつらい位置なんじゃないかと思うぐらいですね、シート高も高くて、目線ももう非常に高いっていうのを感じながら走っています。そして全体的には、ハンドルのポジション、だいぶゆったりめという、まあ、広がっていてね、一文字ハンドルって感じなんですけども、ちょっとゆったりめ、そしてステップの位置、こちらも実はなんかゆったりめですね。このポジションに関してだけ言えば、まあ、日常の使い勝手の方向にもしかしたら振ってるのかな。ステップはだいぶこの楽ちんな位置にあるわけなんですけれどもね。そして、ヘッドライトがね、この KLX230 かなり大きいというのが印象的なデザインなんですが、いわゆるメーターバイザー的なところまで前の部分は来てないんですけれども、ちょうどですね、実はこの、ライトのあたりが空気の流れを逃がすような形とか位置関係になっていて、なので今ですね、ヘルメットのこの辺りっていうのが風が全然押すような感じがないです。でどこを体のどこが風を受けているかというと、この胸の辺りですかね、ちょうどこの辺は来るんですが、ヘルメットの頭の辺りっていうのはちょうどですね、このメーターライト、ヘッドライト周りからの風を逃がしてくれているようで、なので今80キロ巡航でもこの頭とか首周り、顔周りというのは風を受けてこうのけぞるような感じはないです。それにしてもね、これやっぱり足元がすごくこう軽いなという感じがありますね。まあ、なんかあってもひらひらっと避けられるんじゃないかなとか、そんなようなイメージで今走ってます。ものすごくですね、この応答性がいいような感じがしてます。高速道路でこの応答性がいいんじゃないかろうかと思って走っているので、おそらく下道ワインディングとか行ったらですね、だいぶこの、ひらひら感とかですね、クイックさというか、その辺が際立つのではないかと今想像しながら走ってますが、今高速道路の導入量走ってるんですけれども、ものすごくですね、オーバーステアとは言いませんが、ちょっと今までのオフロードの感覚からいくと、だいぶですね、どんどん、ね、寝かし込むなという感じのするハンドリングです。
ちょっとあの普通のワインディングに行きたいなって思いますけどもね。結構これ早いんじゃないですかね、ワインディングでは。おー、どん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 フロントからですね、ギュ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 ってすごい寝かし込まされる感じの、おー、なんでオンロード派のライダーなんかは結構ですね、この感覚っていうのは楽しめるのかなと思うんですけどね。今縁石を使わない信号待ちをしてますが、完全に右足は浮いてるような状態で、お尻を落とすと、もう膝というか太ももが今シートに乗っかっている状態ですね。ここから発進して乗り込むというね。まあでも、かつてですね、Dトラッカーも結構なシート高高かったんですけども、慣れてしまえば、走ってしまえばね、その足つきなんていうのは関係ないので、この止まる動作だけを気をつけておけば、まあなんとかなるかなというところですね。でもやっぱりつい遠赤ラブになってしまいますけどね。基本的にはやっぱり車体が軽いので、乗ってしまえばね、こんな楽ちんなものはないとね、いつも思います、このオフロード車に乗りますと。でそのオフロード車の中でも、今までだいたい 250cc クラスに乗ってきたわけなんですけれども、この230ですね、このちょっとやっぱ車体のクイックさっていうのが、まあ、かつての例えばツーストのモデルであったり、あとはもう本当に、保安部品のついていないモトクロッサーに乗っているような感覚、そういった軽さをですね、感じますね。スペック的にね、そこまで軽いわけじゃないんですね。4キロだったかな、ですの で本格的な、レーサー、モトクロッサーレーサーとか、かつてのツーストマシンですと、やはり110キロとかそのぐらいが普通なので、それに比べればっていうところなんですが、この乗っていって車体の軽さであったり、あるいはその足回りから受けるこの軽やかさっていうところは、軽やかはちょっと越してるかもしれないですよね。いかにようにもキビキビいけるかなと。本当ですね、自分の、ちょっとしたこのインナーマッスルで重心ちょっとずらしたよぐらいのね、時も足回りが反応してくれるよねっていう細やかさがあります。あると思います。いや、あるはずだ。そんなわけで今ですね、ちょっと田園の風景に入ってきましたが、このね、あの頭の位置の高さっていうのはやっぱり気持ちいいですよね。ここ特に5年ぐらいっていうのはアドベンチャーバイクブームなので、姿勢が起きていて、オフロード車ベースでという車両がとてもブームなわけですけれどもね、やっぱり体が起きていて視界が広いとか目線が高いとかっていうのがこう、景色を味わいながら走れるっていう、そのあたりが人気かなと思うんですけれども、そこはあの原点に立ち返って、この KLX230、オフロード車なわけですので、しかもですね、非常にやっぱりこれね、わざわざこのタイミングでこうやって出してきたっていうのは、いろいろこのそぎ落としてシンプルな
車体、まあ、ゆえに軽いわけなんですけれども、そのあたりのこの軽さイコール、まあ、ちょっと気軽さといいますか、そういったところにもちょっと通じてるのかなと。そして今ですね、若干左下がりの場所なので、こういう時は右足をつこうかなというところで、今私はもう右にすごく偏っております。後ろから見てるとおっかないのかもしれないですけどね。これあのシートがですね、これおそらくその本格的なオフロードベースをそのままナンバー付きの車両にしたっていうことなので、おそらくシートも、まあ、同じ材質なのかもしれないんですが、結構というかとても硬いです。すごく硬いです。硬いんですけれども、硬いシートがじゃあ長距離に向いていないかというと、意外とそうでもないと。これあのシート専門の方に聞きましたら、柔らかすぎるシートっていうのは実は圧を分散できないので、疲れるんだと。ですから長距離走るのは若干硬くした方がいいみたいなことを、聞いたことがありますが、意外ともしかしたらこの硬さはありなのかな。まあでもちょっと分かんないですね、走ってみないことには。 D トラッカーというバイクは結構すぐ30キロも走るとお尻が痛いかなっていうバイクでしたけども、ちょっといよいよ山の中に入ってきて、これはもうどう考えても林道を走りたいよという状況になってきましたが、林道今日行くんでしょうかね。